こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。もう2年半ぐらい使ったかな、2年半ぐらい使って結構まあ別に、まあ、文句はないけど全然普通に使ってるので結局はちょっと変えようかなと思ってます。今日の動画でその話をするのでぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。見てこれ超なんか楽になりました。まあ、何の話かは今から話します。そして皆さんは一体何を使っているかその辺でぜひコメントで教えてくれたら最高に嬉しいです。ではスタート。で今までもう多分2年ぐらい、まあ、乗り換えると言っても多分これからも普通に使い続けるつもりはいるんだけど、もう2年半ぐらい近く使ってるピークデザインのここにつけるやつは結構便利で、特にキヤノンからソニー乗り換えてからすごいなんかカメラもコンパクトになったし、なんかそっちの方カメラ結構スマートになったんだけど、最近はちょっと EOS R5 をまあいろいろ使ってて、そして縦グリップもつけて撮影すること多いんだけど、やっぱりピークデザインのあれちょっと物足りない、なんか曲がってしまう、変な風に曲がってしまうので、これスパイダーのこれをベルトにつけて、そしてこんな感じでこれからカメラを運ぼうかなと思ってます。こういう感じでこれから撮影しようかなと思ってます。結構なんだろう、カメラが今回横じゃなくてもう縦になるので、縦というかなんか逆さになるので結構簡単な感じに入ります。でカメラ今両方に位置をつけてます。 EOS R5 もつけているのと、普通に α7 の R4 にも、つけてます。でまたこんな感じでこっちを使っているときにこっちだけで撮影する、それか、これをベルトにつけてこれで撮影したりするとかで、前これ使ってちょっと嫌なことはあったんだよね。1DX 使ってた時大体これだったんだけど、何だったかというと、当時2年半前ぐらいにこのベルトのやつは非常にダサかった。なんかベルトだった、ちょっと私の昔のストラップ、ユリコストラップの動画を探すと多分2年半前ぐらいの動画1本出ると思うけど、多分そこで見たら分かるけど、非常にダサかった。あれすごい黒いなんか分厚いベルトをつけないといけなくて、でそれでやってたんだけど、まあ、1DX の時はまあそれしかなかったから、まあ、私が全然やってたんだけど、今回は見てもうこの部分しかないです。もうこれをベルトに全然動かない、これ非常に固く綺麗に入ってるので、こんな感じだけでカメラがすごい、そしてもう全然ここから多分動かないです。でこれ確か2種類があります。その下のプレートが2種類があって、これはコンパクトなやつ、コンパクトな方、ただコンパクトの方のやつが残念ながら EOS R5 のグリップをつけた時には入らないです。なんていうか、なんか狭すぎて、なんだろう、なんかノブじゃない、なんか ここにちょっと出っ張ってる部分があって、多分それ動かないようになってるんだけど、これがカメラが横が薄いと全然いいんだけど、縦グリップをつけるとここは結構広くなるので、なんかここに刺さってしまうので結局ちょっと良くないです。でこれが昔使ってたスパイダーのパクリマンプレートで、なんかまだ家にあったのでそれをつけて問題ないです。確か同じ の新型バージョンも出てるかもしれない、この小さな部分が入ってないやつ。なので私がこれから、まあ、ピークデザインのあれも、まあ、別に嫌いではない、普通にたまに多分出すとは思うけど、でもなんか最近EOS R5 も使い出してから結構これもなんか楽になったので、これからピークデザインよりもスパイダーのこっちを使う頻度がだいぶ増えるんじゃないかなと思います。皆さんはホールスターとかストラップは何を使ってるか、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら
めっちゃ嬉しいです。今使ってるセットはあのスパイダーの、これとあのベルトのやつの URL はそんな高くなかった、結構安かった、もう安くて逆にびっくりした、確か5000円ぐらいだったかな、結構安かったので、あのそれの URL 下の概要欄に入ってるので興味ある人がいれば、多分ね、あの前ピークデザインのやつアップした時なんか一気にすごいなんか買えなくなった時があったので、まあ多分そんなことはないと思うけど、URL は下の概要欄に入ってるのでぜひチェックしてくれたらめっちゃ嬉しいです。あと、まあ、最後にね、あの一番最後にちょっとだけ、カッコをつけた感じで、あのすごい楽なんで、しかもでかいの全然 OK です。105mm もつけてます。 EOS R5 に縦クリップに 105mm、 こんな感じでもなんかどれだけ動いても振り回しても動かる動かないです。そして例えばもう一回これで、これはもういいわってなって、そのままこんな感じです。もう一回スピード的な感じやるか、これもいいわと思ったらそのまま次行きます。そしてもう一回これがもういいわと思ったら釣り行きます。次行きます。釣りじゃない、釣りじゃない、釣られた人いるかなもしいるかさ、ソニーからキャラに乗り換えますってっていう動画だったら、あのぜひ下のコメント欄で正直に言ってください。そういうのじゃないから、あのピークデザインからスパイダーに乗り換えます、それだけの話でした、最後まで見てくれてありがとうございます、サブチャンネルもあるので、これサブチャンネル、あどうだろう、サブチャンネルもあるので、サブチャンネルの URL 上のカールと下の概要欄に入れるので、ぜひサブチャンネルもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。出して、はい、次撮影します。出して、はい、次撮影します。超なんかスマートだなこれは。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。ゆるこでした。